おはよう。めいちゃんがやっと起きたわ。調子はどうかしら？この前よりはマシになった？いっぱい寝てるのになぜか悪化しちゃってるみたいな。ハンク先生に電話してアポ取っとくからね。いいよお母さん、そこまでしなくても。よくなんかないわよ。私だって大人なんだからね。これぐらい自分で判断できるし。ここにいる間は私の可愛い娘なんだから。アポを取るからね。めいちゃん、あなたのことが心配なのよ。大丈夫だよ、お母さん。ただ、お金の問題とか気になるし、家がなくなるかもってことも。本当になんかごめんね。お母さんが、私たちがこう、私がダメ人間じゃなかったらこんなことになんなかったのに。とにかく穴を掘って寝っ転がってそのまま死んどきたい。何言ってるの、メイ。私たちが何とかするから大丈夫だって。メイの責任じゃないからね。そういう風に思わせてたらごめんね。過去のことはどうしようもないし、何があったって私たちは家族なんだからね。だからもう心配しないで。今後何があってもお母さんとお父さんを愛してるから、それを忘れないで。私たちもそうよ。ぐすん。じゃあ私行ってくるわ。ちょっと休んだ方がいいんじゃない？いやー、やることがあるから。やることって何？自分でもよく分かってないんだけど、正直。めいちゃん、お願いだから無茶はしないでね。うん、わかった。じゃあ、行ってらっしゃい。行ってきます。強い頭痛薬はベッド横に置いてるの。いるなら半分に分けようか？半分だけ？だって、めいはちょっとね。背が低い？半分で十分よ。大丈夫だよ、お母さん。わかった。何かいるものあったら言ってね。うん、ありがとう。お母さんもお父さんも心配してくれてるんだね。嘘だろ？何なの今回は。こちらこそ会えて嬉しいよ。で、ちょっと伝えときたかった。この間見つかった腕を検査したんだけど。マジで？うん、聞きたいんじゃないかなと思って。ぜひ。あれは中年男性の腕みたい。中肉中背ので、切断された時点では死んでた。すげえ。ってことはまだ何も分かってないけどね。知らせときたかっただけ。子供の頃は刑事ドラマとか大好きだったし。ああ、うん、ありがとう。マジでやばいな、この幽霊。幽霊って？何があったかは知らないけど、幽霊と関係ないのは確かだよ。はいはい、わかったよ。どうせ誰も信じてくれないし。とにかく気をつけな、めいちゃん。最近は変な事件が多いから。言えてるね。ではまたね、めいちゃん。森おばちゃんも大変だね。よーセルマ、どうしたのメイ。体調でも悪いの？いやいやいや、疲れてるだけ。頭痛え。なんで走り回ってんの？すぐ治るよ。うわ、ゆっくりしときなよーね。わかった。新しく書いたし聞いてみる？ぜひ聞かせて。星空ナイト、車のヘッドライト、真っ暗な宇宙さ、そこじゃできない駐車。ほんとだ、宇宙では駐車ができないよね。ロンゲストナイト用にも書いていたよ。マジで？ロンゲストナイト、ロンゲストナイト、夜は暗い、星の光は消える前。いいね、ありがとう。
なんか楽しくなってきた。最近さ、なんか変なものに気づいてない？変っていうと？行方不明の子供とか。見てないと思うんだけど、まあ最近はね。去年ケイシーって子がいたんだけど、でもあれはもう子供じゃなくなってたんだよな。違う町から来た人とか？すぐ思い出すよ。まともな答えが出ると思ってなかった。新聞だって読んでんだよ。天気予報によればそろそろ雪降るな。いつから？もうすぐ寒くなってくるよ。狂犬病くんまた来るかな。今日は来ないかな。あ、来た。かわいい。よう、狂犬病くん。どうよ、調子は。よかった、よかった。学校でさ、絵を描かされたんだけど、どこにでも行けるとしたら、15年後の自分はどこにいると思う？みたいな。超楽ちんだった。だって、15歳の時に描いたんだけど、今でも全然変わんないもん。当時は20年後だった。私が農場にいる。でも畜産とか農業じゃなくて、ああトウモロコシかも。私トウモロコシ畑って好きなんだよね。ここら辺なのかな。それともアイダホ州のどっかかな。で私たちがそこにいて、その子もいて。絵では女の子なんだけどね。そして私たちが結婚？いや違うか。アイダホ州でも結婚ってできんのかな。当時の先生は結婚すると思うよって言ってたな。でそれはどうでもよくて、とにかく未開拓地みたいなとこにいるんだよ。長いこと一緒にいると自然結婚ってなるとこね。呼び名は何でもいいわ。好きに名前つけとく。でさ、私たちが大自然の中を走り回ったり、農場の仕事をしたり、家に帰ってきたら体中がひどく汚れてて、常に風が顔に当たってるような感覚で、外は寒くて、私たちはピザを頼む。先生に言われたんだよね。農場に？なんもないど田舎なのにって。描いた絵はすぐ近くに小さな町があるから大丈夫。結構大きな絵だった。で2人でピザを食って、私がゲームをやる。そしてその子は何か作ってる。木工細工とか家事とかやってるから、だから手が超荒れてんのね。先生に突っ込まれたんだけど、リビングで木工細工や家事やってんのって。で、その子はブーツ履いてるんだけど、私のは泥で汚れてて、その子のは傷だらけになってんのね。木工細工か何かで。大きな猫を2匹と、犬も飼ってて、みんなで月に向かって吠えて遊ぶんだ。子供の頃からずっと欲しいなって思ってた。少なくとも猫と犬はね。子供はいない。いらない。マジでいらない。狂犬病くんはどうよ。子供欲しい？お前にもこんな計画あるかな。ふーん、そうなんだよね。言えてるわ、狂犬病くん。じゃあ私そろそろ行くね。会いに来てくれてありがとう。またね。いい子にしててよ。あとゴミもいっぱい食っときな。あと虫もね。自然の風を浴びて、太陽の光を浴びながら働いて、夜は好きな人と一緒にのんびりと過ごすっていうのはすごくいい過ごし方だよね、人生の。フィッシャーマン・ジョーンズさん。トンネルの水質は要調整。なければトンネル魚はもう消滅。いなくなったら超寂しい。トンネル魚なき人生はもうわびしい。
トンネルの水はそんなにやばいの？違う、ただの詩だよ。適当に作詞してるだけ。というか、お願いだから聞くなよ。もう何回も聞かれてるからいいんじゃない？もう諦めちゃって素敵な詩だよ、フィッシャーマン・ジョーンズさんの詩。挿絵はメイちゃんに頼んで、一緒に本でも出せばなかなか売れると思うよ。スメルターズファンのお二人、こんにちは。明日はいよいよ出発だ。就職なんてほんと奇跡じゃねえか。そうだな、もっと明るい未来へと。子供たちは楽しみにしてんだろ？ああ、新しいとこは絶対気に入るよ。時間はかかっちまうかもしんねえけど。ふーん。じゃあ、じゃあ、最後に一発だけやろうか。ああ、最後の一発をな。スメルターズ万歳。うん。そっか、離れてっちゃうのか。この左の男の人はそれが寂しかったんだね、多分今まで。場所が変わってもスメルターズファン同士の交流は続けてほしいね。続けるだろうけどね、あの二人は仲良さそうだから。よう、ジャム。やあ、メイ。最近はどう？何かいつもと違うことあった？今日のメイって、なんかね。なんか違うように見える？うん、俺からしたら。気にかけてくれてありがとう。来る？トランポリンもあるよ。うん。じゃあ行こう。なんかさ、超変な感じがするんだけど。何が？だってさ、ジャームに実家があるって考えたことないっていうか、意外だよね。ある日、こう、駐車場に現れちゃったみたいな。そういう印象なんだよね。そっか。なんかごめんね。失礼だよね、今の。いいんだよ。こんなとこまで来る人っていないしさ。車が多いよね。ほとんどおじさんのだよ。親父と車の修理やってんだ。ジャームは運転すんの？俺はチャリ移動だな。そっちの方がエコだしな。なんかいろんなことが分かってきた気がする。何？人類って温暖化と水位の上昇でみんな死んじゃうんだよ。これってジャームのタイヤ？いや、そいつは妹といとこのやつなんだ。え、ジャームって妹いんの？うん、いるよ。今は教会関係で出かけてるけどな。だから今日呼んじゃった。今日は大人ナイトだからさ。大人ナイトって？週に一回だけの子供のいない日だよ。ジャームは結構大家族なんだね。じゃあさ、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 メイはお袋に挨拶した方がいいよ。え、した方がいいの？ご飯食べんだから、常識じゃん？冗談だよ。もちろん分かってるよ、そんぐらい。分かってなかったよ。ジャーム、大丈夫？超緊張してんだよ。なんで？行こう。なあ、おふくろ。こっちはメイ。今日は一緒に食べるんだ。こんにちは。こんにちは、メイ。今日はタコライスなんだけど、好きかしら？嫌いなやつはいないですよね。少なくとも、このうちにはいないね。晩ご飯の前に紹介しようと思って。ありがとうね、ジェレミー。おばあちゃんにも紹介しとくな。あら、そういうことなの？はい？いい？私の許可はいらないのよ。でも、どうなっても私は知らないからね。はい？行こう。会えてよかったです。こちらこそ、メイ。あ、来た。丈夫そうな子だね。おじいちゃんにも言われてた。もしかしたら、
こっちが俺のおばあちゃん。こんにちは。ふむふむ。じゃあまた後で。ん、ちょ、ま、私に言ってる？うん、丈夫って言葉がちょうどいいね。骨が大きい、頑丈。はい。でさ、それだけ？あら、ごめんね。もしかしたら怒らせちゃった？いいえ。それは残念ね。ちょっと怒っとかないと。お嬢ちゃん、これからその身に起こることはね、今まで体験したことないぐらいのトラブルになるんだよ。ひどく落とされちゃうの。ここからそう遠くないところで、必ず落とされちゃうのよ。この森の中でね。え、もしかしたら占ってくれてんの？お嬢ちゃんさ、一体何をしたかわからないけど、黒い印がついてしまってて、いずれはその印が人の命を奪うことになるよ。他人の命か自分自身の命なのか、それはわからない。でも確かなのよ。もう破滅よ。わかりました。覚えとくね。っていうか、ちょ待って、やだ。バカバカしいんだよ、これ。あんたに私の何がわかるっつうの？私は確かにいろんな問題とかあるかもしんないけどさ、私っていう人間はさ、問題の塊じゃないんだよ。中身もちゃんとあるんだよ。君に何らかの印がついてるぞとかって、あんたって私がどんな経験してきたか、どんな人間なのか何も知らねえくせによ。これから起こることは私には止められないのよ。でも答えられない質問を投げることはできる。亡霊に疲れた家を除霊することはできる？あー、私、はぁ？へへへ、驚いちゃったでしょ。はぁ？からかってるだけよ。ちょっと面白がってね。なんなんだよ、あんた。何わけわかんないこと言ってんの？へへへ、気のいい子だね。もう遊びに行っておいで。おばあちゃんはザ家庭裁判見とくから。ああ、わかった。じゃあまた今度ね。今度なんてないはずよ。お嬢ちゃん、意味深だね。黒い印がついてるって、なんでおばあちゃんはそう思ったんだろうね。おばあちゃんに言われたことを俺に言わないでな。なんで？おばあちゃんが占ってくれるときはさ、占われた本人だけのもんで、人に話すと無効になっちゃうから。それってどういう意味？ちょ見てみて。すげえ。やろう。ぴょん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 。おお、すんごいめっちゃ飛んでる。トランポリンって楽しいよね。小さい頃遊んだ覚えがある。おお、見たことある顔だな。はい。うん、よく見かけてんだよ。よくわか、俺は透明人間だ。気を悪くするなよ。こいつは最近君の近所で作業してんだ。運輸省だよ。俺らは君たちには見えねえけど、君たちを常に見てっかんな。あー、はいはい、こんにちは。近所の道路を直してくれてありがとう。うんうん。ってこともねえよ。そうだよ、こいつ怠けてばっかで楽な作業しかしてねえしな。俺の組はソルツタウン市でクソでっかい橋を一日中登ってんのによ。おお、工事は終わったんですか？全然終わんねえよ。一生終わんねえって。あれは君ってスタンボロウスキの子だよね。そうですけど、前はミラーのバーでよく会ってたんだよ。
最近は見かけなくなっていいわ。は、はい。悪い意味じゃねえんだからな。気にするなよ。大丈夫です。昔、君の親父はな、ほんと、すげえやつだったんだよ。今はハムパンサーで働いてんだよな。はい。あっこの経営陣ってさ、かなり反老組的なんだよな。はい、それはたまに聞きますね。ふむ。うんうん。君の親父はいいやつだよ。はい。うん、いい人なんだよね。え、ジャームはお父さん知ってんの？知らないけど、会話についていけなくて仲間外れ感が。親父によ、ハムパンサーの経営陣は全員死ねって伝えといてくれ。あー、はい。というか、それっておかしな伝言ですよね。おかしくもクソもねえよ。おい、ジェレミ。今週末、ハンウィック市に一緒に行くか？うん、行く。ハンウィック市に何があるんですか？中古コンピューターのフリーマーケット。昔のコンピドン80を探しててな。クローゲンの旅人遊びたいな。うわぁ、なんだよお前ら。とんでもねえオタクじゃねえか。うんうん。とりあえず、これ以上跳ねるとゲロ吐いちゃいそうなんで、もうやめちゃっていいよ。別に寂しくなんかないし。わかった。でさ、聞きたかったんだけど、なんで？ご飯よ。ちょっと待って、続きはまた後で聞かせて。ごちそうさま、すごく美味しかった。タコライス気に入ってもらえてよかったよ。嫌いな人なんていないじゃん。ご飯の前に何を聞こうとしてたんだっけ？ああ、そうそう。変なこと聞くみたいだけど、なんで呼んでくれたの？グレッグだって来たことないよね。ないな。グレッグもいいやつなんだけど、あいつはいろいろと形になってきてんじゃん。そうだよね。グレッグは最高にいいやつだね。でもメイって最近なんかいろいろと大変みたいでさ。だから呼んだらちょっと落ち着いて少しは楽になんのかなって。他のやつらはみんなどっか行っちゃう予定を立てたり、それかどっか行っちゃったりしたけど、メイはまだそうじゃないみたいな。よくわかんないけど。うん。ご飯ありがとね。お礼はお袋に言って。いや、そういう意味じゃなくってさ、ただありがとう。私最近確かにいろいろ大変でさ。知ってるよ。タコライス気に入ってもらえてよかったよ。嫌いな人なんていないじゃん。ジャーム心配してくれてたんだね。もう行かなきゃいけないんだ。じゃあね。またね、ジャーム。ジャームの超怖いおばあちゃん。ジャームにはなんと家族がいた。おいしい。ジャームいいやつね。本当にいいやつだったね。おばあちゃんの占いを誰かに喋ると無効になるって言ってたよね。誰かに喋りたいね。あんたかあんた以外の誰かが死ぬみたいなことを言われたから、それを無効にしたいね。お、お二人さん。よう。やあ、こんちは。一緒に演奏すんの？へへ、うん、そうよ。きっかけ、ありがとうね。はは、すげえ。ふむ。んー、どうしたの？今気づいたんだけど、私さ、役に立てたなーって。プランを考えて実行したら、本当に人の役に立ったんだなーって。それって変なことなの？いつも適当にやってるからさ。今回紹介したことがさ、
知らない二人を意図的に助けようと思って実際助けちゃって、そんでこうやって一緒に演奏して、そして恋に落ちて、ちょっと違うんだけど、僕には一応恋人がいるんだけど、私はそういうの興味ないのよ。息子たちのことで手一杯だし。そっか、なんか気まずくしちゃった？ちょっと気まずくしちゃったね。かなり気まずくしちゃったよ。指揮所。いいね。なんか面白いニュースない？今年の渡り鳥は出発が相当早いみたい。それってどういうことなのかな？きっと何か知ってんぞ、鳥たちは。怖いね。嵐の前とかって鳥がすごい飛び立ったりするもんね。何か良くないことが起こる前触れなのかもしんないね。大丈夫？まあ。なんかこう、頭が半分ぐらいしか機能してない感じ。ただ疲れてんだよ。なんか病気でもしてんの？よくわかんなくなってきた。風邪薬買ってきたらいいよ。あとクラッカーとジンジャーエールもね。それを持ってベッドで B 級映画をいっぱい見れば楽になるよ。いいアドバイスだね、それ。ありがとう。いいよ。メイ大丈夫？メイ。わあ、ごめんごめん、一瞬ボケちゃってたよ。っていうか医者に診てもらった方がいいよ。考えとくよ。ありがとう。いいよ。じゃあまた後でね。多分って何が起こるかわかんないしさ。わかった。じゃあね。久々にプレッツェルを取っちゃいますか。ネズミの子に美味しいプレッツェルあげたら大喜びすんだろうな。もう楽ちんすぎだろ。それじゃあネズミの子たちにあげよう。よう、ミラクルベビー、ご飯よ。ミラクルベビーちゃん、はい、あと一匹。はい。わお、思ってたよりだいぶ多いな。いつか私が必要じゃなくなっちゃうんだよね。そしてどっか行っちゃうんだよね。またどっかの街ですれ違ったらさ、わかるのかな。ミラクルベビー、ママはみんなを愛してるよ。ほら、やっぱり戻ってきちゃうじゃない。それは神様がお呼びしてるのよ。いや、私のことだしそこまで見てないと思うよ。神様はいつだってどこにだっているからね。木とか空とかそこらの雑草にだっているし、ちゃんと見てるのよ。そういうふうに考えると気持ち悪いな。私はそう考えると気が少し楽になるわ。まあ最近はどっからともなく忍び寄ってくる恐怖みたいなのがね、ずっと感じちゃってるからさ、特に意味もないし気にしないでね。わかったわ。私に何かできることない？特にないね。じゃあバイバイ。どうしたの？わかんない。このシーンを記憶に焼き付けようとしてる。脳内写真を撮ってるのね。そうそう、子供の頃みたいに。お父さんはよくゲームを考えてちっちゃいめいちゃんを落ち着かせていたよね。確かにうまかったな、お父さん。たまにやってるよ、脳内写真。パシャ、撮っちゃったよ。パシャパシャ、私も撮った。楽しいね、これ。そうだね。あー疲れた。
裏の図書館で昼寝してくれば？おお、図書室か。何年も行ってないな、図書室。最近はあまり使われてないね。だから静かだし落ち着くよ。じゃあそうするかも。鍵はかかってないから適当に入っといてね。私はこっちにいるから。ありがとう、お母さん。いいのよ、図書室で寝るっていいね。落ち着いて寝れそう。いいとこだね。これはおじいちゃんの夢を見てるのかな。おじいちゃんはずっと見守ってくれてんだね。ケントはそのままなんだ。ブルースはどこに行っちゃったの？ああ、私知ってるよ。本当に？うん、昨日ケイトにまだ言わないでって言われたから。何を言わないでって？ブルースは家に帰るんだって。彼が、え？うん、子供たちに会いに帰るんだって。みんな待ってくれてるらしいよ。そう、かなり嬉しそうに話してたよ。わかった。ありがとうね、メイ。ケイトは嬉しくないの？伝えてくれてありがとう。ケイト牧師の方がブルースさんと話してた期間っていうのは長いから、多分家族のこととかも聞いてるんだろうね。希望を持つのは大事なんだよってブルースさん言ってたからね。きっとまたね、家族と一緒に生活することができると思う。そう信じよ。おお、おお、メイ大丈夫？うん、多分。もうどうでもいいけど。疲れてるし、何日も前から頭痛が収まんないしさ。家帰って休んどけば？メイは家でぼーっとするのが得意なんだろうなって気がする。いやあ、私は大丈夫。出かけてるとちょっと楽になるから。その幽霊の件、最近どう？幽霊って？ごめんごめん、普通に幽霊ね。ありがとう。どうって最悪だよ。あれから朝起きても全然休めた気がしないし、頭ん中に誰かが勝手に入ってきてるって感じがして、頭が爆発しそうな感じなんだよ。じゃあ要するに良くはないってことなんだね。良くはないね。ふむ。墓地を見に行くって件どうする？いやー、今日はやめとこう。わかった。じゃあまた声かけてね。やつに追われて走りまくってまだ足が超痛い。私は体中が痛い。それに疲れきってるし、全体的にね。僕は日常生活上走るってことがないからね。へへ。なんかフォローできるコメントが思いつくはずなんだけどね。また思いついたら言ってね。それじゃあ私学会本部に行こうか。やあメイ。よう、調子はどう？頭が超痛い。バカみたいに寝てたのに全然寝れてない気がする。うわー、大丈夫か？わかんない。俺に何かできることある？殺してくんない？バーン。撃っちゃったよ。ありがとう。
で、今日は何してんの？企画会本部行ってみる？いいの？かなりしんどそうなんだけど。うん、行ってやろう。ザ・ヒストリカル・ソサイエティ。